菊谷は九州トリオの後ろです。中段へ切り替えずにこの位置にいますということは一ノ瀬の積極的な攻めというところにもなってきますが、ジャン前突っ張っていく連物、そして巻き返す一ノ瀬。ジャンの3コーナーから4コーナーです。あー、ここはうまく突っ張っていきました。前段の中国勢8番連物、牽制から2番手キープ、7番の棚橋、3番手が1番榊原で、9番の船引き、4番の甲津、中段四国勢です。そして2番の菊谷がいて、後方に5番、6番、そして3番の一ノ瀬最後尾です。2コーナーからバック。番手7番、棚橋は後ろを見る余裕がありますか。最終バック。まだ中大以降、菊谷。そして、まだ後ろ仕掛けありません。3コーナーから4コーナーです。さあ、番手から7番の棚橋が抜け出していく。そして1番、榊原。これは3番手から早めにシビアに、船引きが捉えていこうというところですが、最後は7番の棚橋か、それとも船引きか。若干、棚橋優勢です。